一時期私も履いたことないテボード履いてましたので、ね、<laughs> <laughs> これ、どこを、あのー、止めたらいいんだろうって思いながらーありがとうございまますすすいい、いいおおおでししししはよよろろかねく願ます。 よろしくお願いいたします、はい、とてもお二人とも春らしい装いでお越しいただきました、はい、ありがとうございます、はい、いいですねお二人並んでる姿ちょっとほっこりしますね <laughs> でもないでは早速ご質問させていただきます、えー、はい世の中からは仲良し夫婦のイメージが強いお二人、はい、ご家庭で行っている家事についての方針を伺いたいと思います 普段は基本的に価値の分担はされていないと伺ったんですけれども、うん、そうですね、うんあのー、基本的になんかこれは私これはあなたみたいな分け方はしてなくて、て、はい、子供三人いるんですけど、まあ、子供含めできることをやるっていうスタイルですじゃあだからあのーうん、食事の支度とかもね、はい、もう全員で <え>はい、やりますしね。そうそう,そう、うん、あと洗濯物をたたんだりとか、あの片付けたりとかも自分たちの自分でやってねって言ったりとかもしますね。だからなんかこう手持ち下さで何やっていいかわからない子供たちが一人二人出てくると、うんうん、あの何か。 やることなないいいいですすかっっっててて言言さまは師匠を育ててるみたいなに何かやることないですか僕に何かやることないですかみたいなそしたらコップ出してとか指示をしますじゃあ何もしていない方っていうのはいないっていうことですねそうですね何かしらやってくれてますね4歳のね一番下もできることをやってくれたりとかしますねうん でもみんなで協力して家事をするっていうのはとても素晴らしいですよねそうですねうん、うん、やってくれてますね,うね皆さんご自身で考えて家事を皆さんされているということなんですが、はい、そんなこう家事全般の中で困っていることというのは何かあるんでしょうかまた何か例えばここを直してほしいという要望があればぜひ教えてください,い家事じゃなくなりますけど私はえ家事でお願いしますよえ家事でいや私は庄司さんに直してほしいのは あのー、あ夜な夜な筋トレをするときに、はい、あの、重いのを持ってるんでしょうねガタンガタンで隣の部屋でやってるときはああああうーみたいなのが聞こえてくるのであ,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 あのー、あーやってんだな <laughs> ってはいあ。ちょっとそれがうるさく感じるときがあるとい時間帯考えてほしいってことです <laughs> なるほどね、筋肉でね、ご飯食べてますのでね、この辺ちょっと。そう見逃してほしいんですけど、ちょっと静かな筋トレをね。静かな筋トレか。努力していただけると。効かなかなか難しいですけど。あ、なるほどね、やっぱテンション上がっちゃうとね、ーンと置きたくなっちゃうのね。でもやっぱこうゆっくり置くっていうのが、また筋トレになるんじゃないですか。あ、確かにね、ネガティブ作業でね。 ポジティブでネガティブですからネガティブの時にゆっくりあなるほどジムではドンと置くとちょっとねマナー違反になっちゃうから家でドンってやっぱ置きたくなっちゃうんですよねああっていうジムじゃできないから何の話してるの何か家事家事ではありますか家事で僕ちょっと直してほしい初めて言うかもしれないですえあの基本家事はメインミッキーさんがやってくれるんですよ。 まあ、洗濯をこう畳んでくれたりして、まあ日々ね <laughs> こうパンツがここに置いてあるとか。あの t シャツはここっていうのをしっかりこう、うん、畳んで置いてくれてるんですけど。うんうんうん 一時期ね、僕ね、ね、あのー、ちょっと下着を小っちゃめの下着を履いてた時期があってあっその仕事柄いつでも体を筋肉を見せるために、うん、ちょっと小っちゃめの下着を履いてた時期があって、うん、であ仕事で使うその下着みたいなのをこう、はい、取るときに僕の,この下着のゾーンがあるんですねたまにねミキティさんの下着がこう<あ>混ざって間違って入ってる時があるんですよ。うん それ現場に持って行っちゃった時あるんでやめてよ、危ないよ間違えていろいろやってくれるのはいいんですけどそれくらいちっちゃいパンツをはいてるってことですよねそうですね一時期、私もはいたことないテボードはいてましたのでこれ、どこを止めたらいいんだろうって思いながら止めてましたからお仕事で履いてますからどんなお仕事だよって話なんですけど。 はいはい、だからちょっとね、はい、こうあと子どもの靴下が私のところに入ってたりとか長男が大きくなってきてこれはその子供サイズなのかがちょっと分かんなくなってきちゃって。うん もういいやと思って <laughs> 入れてます。結構だからその衣類に関してこう収納がもうごちゃごちゃになってるっていうぐらいですかね。そ,ねその他はもう完璧にやってくれてるので、あえて言うならそんくらいですかね。<laughs> じゃあまたご家族で協力してこう分配もね、はい、う,うまいことやっていきたいというところ、ね、ですね。すねありがとうございます。洗濯、うん、<laughs> についても今分担することなく皆さんで行っているというお話だったんですよ、ね。あ、はいはい。洗濯もあのまあ誰がどうっていう分担制ではないですけど、あの。 仕事でいなかったりとかするともちろん洗濯回してくれたりとかもしますし、はいね、あの本当ににそれぞれやれぞやる、ね、あの自分の中でルールがあって、はい、その食器こう洗い残しとか、うん、あと洗濯物ちょっと洗い残しとかっていう、うん、そこをこう通った時に、うん、あの無視しちゃいけないっていう自分のルールがある食器が話しかけてくるみたいな。<laughs> ます挨拶したのに無視したらだめじゃないですかだからもう汚れてるよとかなんか、そういう設定にしてるんですよ食器が忙しいからちょっとこうね溜まってる時あるじゃないですかま時あるそういう時に自分の設定であっ無視しちゃいけないな挨拶してるのに無視したら人間としてどうなんだろうっていう設定で生きてるんです。 だから、こうどっさり洗濯物が多い時は、うん、あ、俺がやらないとなって言って。やっぱやるようにしてます。ありがたいですね。<laughs> ありがたい。だから帰ったら、あら、私洗濯したっけっていうぐらい干されてたりとかね。あ、そうそう、そうです。そ回回しての設定で、自分の設定ばっかりで申し訳ないですけど、自分の設定で。<laughs> あの、それも僕はやったよっていうのは言わないようにしてます。うん、もう気づくまでやる。 感謝を求めない。そう、そうです。素晴らしいです。<laughs> そしたら、すごい褒めてくれるからね。すごい褒める。 お互い信じられないぐらい褒めますからいやーすごいやっっててくれたのーってすいでよ喜びますよ、うん、で今回あの、はい、ハイアールからの提案ということでこう独立した洗濯機と乾燥機分けて使用しましょうというスタイルの提案だったんですけれども、うん、こうお子さんいらっしゃったり洗濯物が多かったりこうまとめて洗わなきゃいけないという時あると思うんですけれども藤本さんはママ目線主婦目線で率直にこの効率的な方法というのはいかがですか、はい、いや本当ににううととか家族が多いお家は特にそうだと思う んですけど本当に朝から3回洗濯したりすするる時があるんですねだから本当にあの乾燥されちゃ待ってられないっていうのがすごくあるのでもううちにぴったりです、うん、じゃあこう洗い物から話しかけられた時庄司さんもいや。もちろんね、うん、あのやっぱ自分の,このトレーニングした時に汗びっしょりしかいたウエアをこう持って帰って、うん、あ明日もこのウエア着たいなっていう時あるんですよ。うん その時にやっぱりこうね、うん、洗濯物がもうその最中でこう埋まってるとなかなか洗濯するのに時間が、ねはい、待たなきゃいけないからそういう意味ではねこう別の状態だとすぐ洗濯できるし乾燥ってね、はい、やっぱりちょっと時間かかるからなかなかまっ1回で終わればいいですけど何回もするお家はね,ね、はい、分けていただいているとこうスムーズにこう時間が使えますし、うん、自分のウェアもね あのすぐ洗えて洗えあのお気に入りのウエアも次の日着れるというね利点がございますとっても我が家にはぴったりでございます。 じゃあまとめ洗いにもぴったりだしお子さんたちのお洋服一気に洗わなきゃいけないという時にね、うん、いやそうなんですよなんでもう本当にいいと思うでなんかこう見た目もシュッとしててすすごい素敵で起、ね、きやすそうですよね起きやすそうしかも同じ形で並べられるっていうのがあのさっきも横置きスタイルあったじゃないですか横置きスタイルいいね。 いいね。おしゃれ、スタイリッシュだよね。スタイリッシュ。うちは置けないなって言ってます。横にはね、だから内側を置くのはあの縦のね、縦バージョンで置かない。そうですね。縦バージョンでもかっこよかったもんね。かっこよかった。スタイリッシュ、うん、おしゃれですね。いろんな方法で置けるというのもね、本当に魅力の一つですよね。 この春から新たにチャレンジしたいことは何かありますでしょうか、うん、お仕事や趣味ご家族でチャレンジしたいことでも構いません、はい、ということで、うん、こちらの質問事前にフリップにい,ていただきました、はい、では藤本さんからご紹介お願いできますかはい、はい、私はもう結構ずっと言っててずっとやってないんですけど、はい、英語英語 <laughs> はい英会話 英会話、はい、あの旅行行った時もねあの<う>気合いの英語でしゃべるんですけど<う>す結構危険なのであのいい加減英語しゃべりたい、ね、この英会話ねずっと興味もすごい興味ある何だったら20年ぐらいずっとやりたいことないですかっ、ね、て <laughs> 英会話言ってるぐらい興味はあるんですけどなかなか始めるきっかけもなくって。 やりたいです。根性で突き進むタイプですもんね。はい、今までね、海外行っても。そうですなんとなくで、こう道聞いたりとか。場所を聞いたりとか、<う>あと電話でレストランの予約も。<う>なんとなく根性で。気合で。もう向こうの言ってることとか。あのこっちの言いたいことを伝えて。オッケーって言って向。電話でなんて言うんでしたっけ、こう。何。ファイ、なんか。あ、ファイブピーポー、トゥデイ。 セブンオクロック、オッケー、p m ケー、ミキーケー、っつってね、気合いでねでもコミュニケーションが大事ですからねですもう海外でも気の強いミキティでねっと押す感じがね電話はねでも本当大変ですよ本当に身振り手振りが見えないですからいやでも気の強いミキティを本当に電話でもぐっと助かってますだからそうですね頑張ってますで耳もいいからね何言ってるか大体なんとなく分かる分かるんですそれを完璧にしたい。 完璧にしたい。なんかすっとあのあれがやりたい。エレベーターとかで、あの海外の方話しかけてくれたりするじゃないですか。あ,あ,すね、あれをすっと会話したいですね。そうこの人生であの旅行ぐらいは喋れるようになりたい。あ,あ、なるほど。はい。じゃぜひ4月からチャレンジしてみてください。ね、はい。ございます。庄司さんはいかがでしょうか、はい。私はチャレンジしたいことはこちらです。うんはい、ダンス。ダンス。 我が家あのなぜか定期的に家の中で曲がかかると子供たちとダンスパーティーが始まる時間がある。んです始まります。小学校今六年生の息子と小二の女の子とあと四歳になる女の子あとミキティでこうダンスパーティーがこう始まるんです。ダンスバトルみたいなの。そこで中でこうやっぱりねかっこいいダンスを踊りたいんですよ子供たちの前でも。でやっぱりね。 あのー、アイドルやってたし、はい、ダンスは踊れるから、はい、こう子供たちはねダンスをやっぱママに聞くんですよ、どうやってやるのみたいな <laughs>、うん、で全然こっちを見てくれないんですけど、うん、こうちょっとねやっぱこうへ変なダンスになっちゃうんですよ、ね あの、オリジナルが <laughs> オリジナルが強すぎちゃって、だから子供たちが全然、あの、リスペクトしてくれないんですよ。<laughs> ついてこないんだよ、ね。ーはいはい。うんうん、だからちょっとダンス。そうだよね。<ー>あれだよね。<お>ちょっとジャンルがハウスだっけ。あ、は、ハウスのちょっとこう、なんか腰をくねくねするようなダンスに今ちょっと興味がありまして。<laughs> えー、そちらをちょっと。 そうですね。できたら仕事の幅も広がるんじゃないかということと、あとまあダンまあダンスだけではなくて、あとはちょっと息子と格闘技を一緒にやってみたりとか、うんなんか子供とのこのなんか一緒に習い事をしてはいやっていきたいなとは思ってますね。はい、いいですね。ぜひこの春新しいことをお二人ともチャレンジしてみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ミキティ。ありがとうございます。ありがとうございます。 帰りますよありがとうございますます,すみませんありがとうございますありがとうございました <laughs> はいよー